来い。シド、早く。長くは持たん。さあ、こっちだ。くそ、どうなってる。風獄府か、ダルメキアの壁か。鉄王国の軍勢すら一掃できんとは、召喚獣タイタンが聞いて呆れる。まあ芝は抑えたかとはいえ。私を好きにしたいのはもっと働いてもらわないと。姉さん、あの雷鳴。そのうち嫌でも顔を合わせる。見つけたぞ、裏切り者シド。タイに通達。こちらも動く。お前も随分大物になったな。そいつのおかげで助かったんだ。感謝しろよ。トルガル。ん？こいつの名はトルガルだ。顔なじみか。道理でやけに吠えてきたわけだ。それじゃ後の世話はお前に任せるぞ。クライブ・ロズフィールド。さっきの炎を操り剣を振るう姿、あれはフェニックスのナイトそのものだ。噂には聞いていたが本当に生きていたとは。安心しろ。お前をどうこうしたいわけじゃない。俺たちの目的はこの子を口説くことさ。目立った傷はないが一度見た方がいいだろうな。グッズ頼む。何をする気だ。いえ、俺たちの隠れ家に連れてく。このままにもしておけない。いいぞ。お前も来い。彼女が心配だろ。シド、早く帰ろう。バーサにどやされる。詳しい話は向こうに着いてからだ。行くぞ。もうじき着く。まだ黒の一帯の中だぞ。ああ、その通りだ。こんなところに住むバカはいない。魔法も使えず草木も生えない土地にな。それが世間の常識でね。なるほど、それで隠れ家か。ようこそ我が家へ。まさか空の文明の一石か。ああ、曲がりしてる。雨風をしのげるんでな。魔法を使わずに暮らすなんて。頭を使ってなんとかやってるのさ。ここで取れたんだ。えらく手間暇はかかったがな。ん、いけるのに。戻ったのね。よう、タルヤ。その子が例のドミナント？意識が戻らない。ちょっと体の方を見てもらえないか？分かったわ。グッズ手伝ってちょうだい。ばあさんが代金は払ってある。大丈夫だから安心なさい。ならいいけど。とびきり腕のいい医者なんだ。任せておけばいい。ま、好きに見て回れ。俺は部屋にいる。あのベアラー兵、新入りかしら。いかにも戦帰りって感じだな。洗い場の修繕をしてくれたんだってな。本当だ。見ねえ顔だな。用がないならよそへ行ってくれ。あんた新顔だな。ここは牢屋だ。やましいことがあるやつにしか縁のない場所さ。そろそろ新しい剣が欲しいんだ。おう、君は新入りかね。ここでは植物の研究をしているのだよ。黒の一帯で植物を育てる技術があれば隠れ家で自給自足できるからな。その頬の印、あなたもベアラーなのか。生まれながらの奴隷だなんて。ベアラーが一体何をしたというんだろうな。苦しい。この薬を飲めばきっと楽になります。の果物酸っぱくて嫌だな。よしよし、いっぱい食べたね。こっちは外に出る道よ。危ないから一人で出ていかないことね。あとはシドの部屋の片付けだな。うちの大将はいつも大忙しだな。お雷鳴が轟き、定めを知る鎖をあれし、男は